こんにちは、みずきです。今日は私のピアスとネイルの紹介をしていきたいと思います。じゃあまずピアスからいきます。ピアスはディオールのピアスです。ディオールとシャネルのアクセサリーがすごい好きで、チェーンが長い映えるピアスにしてみました。値段は多分10万しないぐらいだったと思います。地味に私ピアスすごい過去に開けてて、なんかヘリックスとかも含め左右で10個ぐらいピアス入ってた時があったんですけど、最近ピアスするのがなんかめんどくさいとか、エステ行った時にピアス1回外してとかつけるのがめんどくさくて穴が全部塞がっちゃって、左右で2個ずつしか開いてないんですけど、こう開いてた形跡がヘリックスとトラガスと、結構開けるのが好きで開けてました。ネイルがキラキラシンプルネイルです。昔はすごいこう絵描いてもらったりとか 2,3 時間かけてもやってもらうことが多かったんですけど、最近なんかなるべく短時間で仕上げたくて、ラメのネイルとかミラーネイルのシンプルなやつに石とか置くぐらいのシンプルなネイルが多いです。もう半年ぐらい確かミラーネイルをやり続けて、1時間オフ込みで1時間とかで終わるので、時間短縮するにはそういうもってこいのネイルをよくしてました。私のピアスとネイル紹介を終わりたいと思います。皆さんこんにちは、バーレスク東京のノアです。私の秋冬ネイルはこんな感じです。めちゃくちゃ黒闇かわいい感じでやってもらいました。普段と変えてます？なんか変えてますね。ラメをめっちゃいっぱいつけてもらったり、あといつも以上にベルベルにパーツを乗せてもらってます。色は黒は多いですか？色は結構毎回黒ですね。パーツとしてはなんか私の中で別の感じのやつなんですけど、全部お任せで使ってもらってます。お店はどこですか？渋谷にある南ネイルっていうところの担当ははるかさんにやってもらってます。インスタもやってるのでぜひチェックしてみてください。ピアス私開いてないんですけど、左だけまだ穴が残ってるので一回開けましたの？高校生の頃一回開けて、はい、右がうんじゃってそっから開けてないです。以上ノアのネイルとピアス事情紹介でした。ありがとうございます。皆さんこんにちは、七瀬美穂です。今日はネイル紹介なんですけど、ボルドーで可愛くて、で私シンプルめが好きなんで、何もつけずとかアートなしとかの方が多いですね。やってもらってるお店は広島のアイビスっていうお店でやってもらってます。ポイントはやっぱりこの1個だけついてあるなんかダイヤですかね。1個しかつけないのがポイントです。あんまりつけない。そう、ギラギラするのが好きじゃないんで。ピアスも開いてる箇所教えてもらおうかな。3箇所これかな、こっち1箇所とこっち2箇所だったと思います。多分2箇所。はい、はい、エレナです。ネイルは気合入ってます。いつもはここまで気合入ってないんですけど、派手なのが多いです。私もうザ・アゲハのキャバ嬢みたいななかなか最近いないぐらい派手ですよね。うんうんうん。お店はどこでやってるんですか？お店はエヌズネイルっていう友達がやってるお店で、結構派手ネイルが多いです。名古屋の全部やるといくらぐらい？12,000円だったんですけど、いつもは1万ぐらいで安いんですよね。めっちゃすごい安い。いつもは そこまでゴテゴテにはしない。いつもはここまでゴテゴテではないんですけど、でもギャルだねって言われる長さと派手さですピアスもお願いします。ピアスはこれいつもつけてるんですけど、カルティエの一粒ダイヤのやつと、これがちょっと覚えてないんですけど、多分安いやつで。何個開いてるんですか？ピアスは右が3つと左が1つ開いてます。で、耳たぶだけです。3つ1個。以上、エレナのネイルとピアスの紹介でした。マリンです。私の秋冬ネイルはこんな感じです。ネイルのポイントはこのワンポイントのついているキラキラです。他はシンプル？そうですね、結構私シンプルのネイルが好きで、冬なので赤のマットな色でワンカラーにしようって思って。じゃあお店も教えてください。お店は六本木のファブリックです。違う。え？あ、違いますよ。ネイルのお店、はい、ネイルのお店はイエルネイルサロンです。ブナさんって方にやってもらってます。新宿三丁目にあります。じゃあそのピアスもお願いします。このピアスは渋谷で買いました。ピアスは軟骨に1つとここに1です。4個ぐらいあったんですけど塞いじゃってこのぐらいになりました。
以上、マリンのネイル紹介でした。ひめかです。秋冬ネイルを紹介します。そんなに結構ゴテゴテですね。今回は結構派手めにしました。いつもはそんなゴテゴテにはしない。結構シンプルが多いです。フレンチとか好きですね。ネイルはやっぱりそのゴテゴテにしたら目が可愛いので、これにしました。遠くからだと目だった。お店教えてください。お店はランスです。あのネイルの、あ、ネイルの、ネイルのトゥデイってところです。トゥデイってところ、大阪のトゥデイってところでやってます。デザイン決めるときはいつもどうやって決めてますか？インスタで見つけて、それを LINE で送って、次はこんな感じにしますって言ってます。ピアスの穴、何個開いてます？ピアスの穴？もう3つですね。前は8個ぐらい開いてた。へぇ、今はもう3つしか開いてないです。両耳の耳タブと、あともう1個はインナーコンプです。以上です。無印紹介でした。一ノ瀬萌奈です。今日はモエナのネイル紹介をしたいと思います。こちらなんですけど、見えますかね。なんか10代の時にもうやりたいネイルデザインは全部やっちゃって、最近はもうラメの一色になってます。もともとはすごい長かったんですよ。これの 3,4 倍ぐらいなネイルをずっとやってて、20歳超えてからはずっとこの長さでスクエアっていう注文の仕方をしてます。多分通算100種類ぐらいやってますね、ネイルは。ピアスは3年ぐらいに耳たぶがなっちゃってて、開けれないままずっとつけてないです。以上で萌奈のネイルとピアスの仕方終わります。六本木クラブララーのララです。で、私ネイルの方は速攻終わっちゃうんですけど、やってないです。やったことがないです。で、やったことないんですけど、最近はちょっといろいろやってみたいくなってるので、気持ちよるかもしれないです。まだ未定です。ピアスの方は普段はこの今ついてるとこ2箇所しか使ってないです。これ開けたのはいつかな、高校卒業後ぐらいなんで18歳19歳の頃だと思います。穴はこれとこれの上にもう一つ、これはもう塞がっちゃってってるのかな。ほとんど使わなくなりました。軟骨のピアス、これは完全に塞がってます。昔音楽とかダンスとか興味持って習ってた時に調子の手開けたやつが軟骨のピアスです。で、あともう一個はおへそに、おへそここに開いてました。で、これはダンス留学でニューヨークに住んでいた時に、韓国のおじさんがやってるピアス屋さんに行って、おへそにピアスを開けるかどうか悩んでるんだよねって言って、で見せたらもう1秒後に開いてた。で、お金払って帰った感じ。でもちょっとお洋服に引っかかったり、お布団に引っかかったりするのがちょっと我慢ができなくて、ほとんど使わないまま塞がっちゃいました。私はこんぐらいです。以上です。バイバイ。こんにちは、ザピンクのみゆです。今日はネイルとピアスの数の紹介したいと思います。ピアスが左の耳タブ、普段ちょっとこんなにピアスつけてないんですけど、つけてみました、わかりやすいように。これ軟骨耳タブ3つ開いてます。右耳が耳タブ2つとインナーコンク、これはハリーウィンストンです。他のこの上のやつとかは300円ぐらいの安いピアスです。耳タブが初めて開けたピアスなんですけど、小学校5年生の時に多分開きました。で、そこから耳タブとか軟骨とかは中学の時に開けました。中学の時に軟骨とかピアスいっぱい開けるのが流行ってたので、流行りに乗ってピアスいっぱい開けました。あとはへそピーが一つ開いてます。18歳ぐらい、高校卒業してすぐぐらいかな、病院で開けてもらいました。それは耳は全部ピアサーで開けました。耳が全部で7個とへそピー一つで全部で8個開いてます。ネイルがこんな感じです。スクエアネイルです。チップで結構長さ出してます。いつも結構シンプルにワンカラーとかフレンチとかが多いんですけど、長さはこれぐらいいつも出してます。今回は珍しくスクエア、細めのスクエアにしてます。ちょっと生活しづらくて早く変えたいです。この動画がいいと思ったらグッドボタンとコメント
チャンネル登録お願いします。バイバーイ。